成長しないでほしいな。止まればいいのに。あなたの様、本日もポチッとありがとうございます。はいでしょう、これ。キャベツ。キャベツのね。ノートのなんだけどね。はい、ということで本日は焼きそばを食べながら話していきたいと思います。最近さ、雪からの焼きそばを食べるのが超ハマってて、自分の中で。焼きそばを買って、もう大量に一味をかけまくって食べるっていうのにハマってる。あ、なおたちゃんもね、今寝ています。今日もね、お昼から打ち合わせがあって、一緒になおたんとね、1時間ぐらい電車に乗って行って打ち合わせして、でまた1時間かけて帰ってきたんですけど、まあ、合計で打ち合わせ2時間ぐらいしたんで、まあ、4時間ぐらいね。帰るときはもう絶対帰宅ラッシュにかぶりたくないので、帰宅ラッシュを避けて帰るんですけど、結構ね、時間もかかっちゃったし、電車の時間もね、乗ってる時間も長かったんですけど、もう行きも全然ぐずらず、帰りももちろんぐずらずいてくれたんで、もう本当にマジで助かってます。で、なんか今日は、まあ、とりあえず食べていきたいんですけど、もう最近ちょっとマナータンがね、もうすぐ7ヶ月になるんですよ。マジであっという間じゃないですか。あっという間に7ヶ月になって、もうすぐ、なんか、成長しないでほしいなって、ちょっと思っちゃったんですよ。成長するのってすっごく嬉しくて、楽しみだけど、なんかこれからナータンが、ね、ハイハイしたり、歩いたり、喋ったりとかもちろんしてほしいし、超超楽しみなんだけど、なんかこの時が止まればいいのになって思ってしまうことがある。いただきます。なんかこの感情を思っていいのかわかんないんですけど、いや、ね、ごめんなさい、ネイル行く時間がなくて爪ボロボロです。思ったことありますか、皆さん。このなんか、いつもね、こうバタバタ、育児、家事終わって、撮影とか編集とか、配信とか、全部終わって、ベッドに入ろうって思ってね、ナータンの寝顔見るとか、もうめっちゃくちゃ幸せで、あ、自分頑張ったなとか、自分お疲れ様ってすごい思うし、ナータンもありがとう、今日も一日と、なんかすごく、この時をすっごい大切にしようと思って、ていて、本当に成長あっという間だよって皆さんに言われるし、やっぱ3歳とか2歳のお子さんと会うと、あ、このバブキ懐かしいとか、あ、ミルク懐かしいとか、抱っこやばい、この感じ久しぶりとか、すごい言うのね。そういうの見ると本当にもう一瞬っていうか、まあ、当たり前だけど時は戻ってこないじゃないですか。だからこの本当に6ヶ月7ヶ月もうバブちゃんの時期をもう堪能しっかりしようと思って、自分すごい忙しいから、なんかナータンにやっぱ一人遊びさせて、まあ作業したりとか、そばにはいるんだけど、ずっと構うってことがね、あんまりないから、写真とかもいっぱい撮って、なんかすごいナータンとのその、あー、もうあっという間になって、ちょっとあれもしたかったなとかって思わないように、ラブナータンをちょっと堪能したいなと改めて。なんだろう、この感情は。すごい寂しいの。泣いちゃうぐらい寂しい。なんだろうね。なんか、できることが増えていくのってすっごい嬉しいんだけど、なんか寂しいんだよね。楽しみなのに寂しいって何なんだろう。なんか時が経っていくのがすごく寂しくて、なんかちょっと自分にの育児に余裕ができたんだなともそれ思うんですけど、やっぱ新生児とかはさ、もう早く寝てくれとかさ、もうすっごい精神面でも辛かったけど、ちょっとナータの寝顔を見てニコニコできる余裕がね、この3ヶ月ちょっとしなかったか、4、5、6ぐらいはできたので、なんかそういうね、思うことができたのも嬉しいんですけど、すごくなんか寂しいのと怖いのとっていう、なんかネガティブな感じになっちゃってるんですけど、
そういう感情があるってこともちょっと記録に残したくて、あともし共感できる方がいたらぜひしてほしいなと思ってます。なのでまあ当たり前に過ぎていってしまう日常をすごく大切にしていきたいと思います。皆さんもすごい赤ちゃん新生児とか2、3ヶ月とかもう寝顔見てニコニコする余裕もないと思うんですけども、本当にあっという間に過ぎてしまうので、ぜひね赤ちゃんとの時間を大切にしてください。不思議な感情を最近抱きまくってるので、皆さんも同じ気持ちになってるのかなとか思いながら動画を回してみます。希望としては自分がなんか嫌なことを嫌ってあんまり言えないんですよ、性格的に。まあ、それ大人の社会にも生まれてそうなってしまったのかわかんないんですけど、だから自分の意見とか意思に自信を持ってほしいなっていうのは思う。人の顔色伺って、あ、こっちの答えの方がいいのかなとかって私すごい探っちゃうんですよ。で本当は怖いのに、あ、こっちを選択した方がいいんだろうなとか、なんか人に優しくできるけど、なんかそれ自分に優しくないというか、自分の気持ちに優しくないので、もう正直そのあなたには他人に別に優しくなくてもいいから自分に優しくいろって、あまりにも自分のことばっかり考えて自分中心で物事を考えすぎてもダメなんですけど、まあ、ある程度なんか自分の気持ちを大切にしてほしいなって思います。まあ、今の生活も2人だし、なんか私にすごい気使って、ね、生活し、いつかね大人になって、なんか私に気使ってしまって私の顔色を伺いながら、もしかしたらねなんかいろんなことを答えたり選んだりってしてしまうこともあると思うんですけど、なるべくは自分のその意思を、本当の思いを出せるように私はアドバイスというかサポートしていけたらなって思ってます。はい、ということで皆様今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタン、見てコメントめっちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。今口から火が吹きそうです。ということで皆さん見てくれてありがとうね。また配信とかも来てくれると嬉しいです。バイバーイ。